嫌なおつぼねを退社させた若手 OL おどん、そういうおつぼねさんやったんや、あいつ。この辺の体力アップ系がさ、あれなんはなんなんやろな。ポイントが足らんのかな。もうちょいポイント貯めなあかんのかな。旧撃破記念祝賀パーティーし王将で、王将今から行きたいよね、リアルに瞑想して。いや本当に、あ、俺は日高屋がいい。日高屋もいいよね。日高屋のさ、日高屋の麺のさ、あのチープな感じ、俺すごい、あのなんかこうめっちゃうまいと思わんけど、あれ好きやで俺。あと日高屋のあのニラレバね、ニラレバ結構うまい、日高屋は。あのこの間ね、俺初めて大阪王将行ってんけど、奈良行った時に、そう、大阪王将うまかったね。結構チャーハンが割とそんな味濃くなくてね、薄味って感じで、なんか餃子とチャーハンのセット食ったんやけど、なんかね、なんていうのかな、なんかご飯っぽく食えるチャーハンやった。結構なんか餃子とかとの組み合わせを考えた。あ、お前さ、大阪王将、あー、これで帰っていい、俺帰っていいの、帰っていいんだ、俺にも帰るとこがあるんだ。え、もう帰らせろ俺を、もう俺を帰らせてくれ。おい、はい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 、よし、あ、やばい、落ちるとこやった。今これが本当の縛りプレイ。うわー、おい、見えるか、お前何してんねん、そんなとこで。酒飲んで帰れなくなったのは自分では、それやねん、酒飲んだせいで帰れんくなったのはこの間の奈良ですね、はい。近距離でバズーカ撃つ3バカトルーパー、かわいい、かわいいよな、今のバカよな、完全に。よし、でも準備はできている。お前この至近距離でそんなチャージライフル撃ってくんなよ、真面目にやっとるわボケ。よし、来いって、避けんのうまいなお前。だから俺はだから、あの大阪王将は結構いい経験だったなと思いますね。近所に大阪王将欲しいと思った。マジでな、何してんねんっていう。うわ無理か、くっそ、なんかね、お前うざいな、地味にお前うざいな。これこの道帰っていいんやろか。あ、なんかショートカットっぽい道あるな。なんかね、大阪王将行った後にね、それでなんか近所にね、あの王将もあったんよ。
大阪王将の近くに。でなんか大阪王将からの王将をはしごしようかなと思ったけど、それででもなんか結局ねビールとかなんかいろいろ食べちゃってね、大阪王将楽しくなって、それでなんかもう王将はしご計画は俺なくなったな。トルーパー落とすのね楽でいいよな、勝手にあーって落ちていってくれるから。これさ、またスターウォーズのさ、しかも誰も覚えてない64時代のゲームの話するけど、そのスターウォーズ帝国の逆襲じゃないわ、何やったっけ、なんかねはしごできんかった、ごめん、もうちょっとお腹的にも無理やった。翌日行ったよ王将でも。ちょっと待って、それでなんか何やったっけ、何の話してたんやった、何の話してたんやったっけ、忘れた、話の内容忘れました。ビールを食べれない、いやいや、ビールは穀物やからな、吐いてでも手に入れる王将の力を。これってどうなってるんだっけ、あ、そうや、それをそう、なんか何の話してたか忘れちゃった、忘れちゃいました、地方老人なんで。じゃあな、よし、とりあえず突き落とせば楽やな。満州忘れるの3割うまい、満州、餃子の満州、名前しか知らんねんやん。名前は知ってる、行ったことあるけど、行ったことないけど、うん、あ、何ですかあなた、あなた何ですか、この人たち誰ですか。ちょっとすいません、なんか新キャラ出てきて今びっくりしたんやけど、あ、そうや、64のスターウォーズとトルーパー落とす話な、そう。それでさ、64のスターウォーズのゲームでさ、なんか崖のマップがあってさ、それでなんかあの敵の兵士が崖の上から撃ってきて、こっちも崖上歩いてるみたいな感じのやつで、それでなんかあの敵落とすと、うわーっつって崖の下に敵が落ちていくんやけど、あれをすごい思い出すね、うん、なんかあの敵の兵士撃ってあーって落ちていくのを見るのが好きでした僕は。ハマーン様、ハマーン様要素あったか今、あったかな。でも国会のさ、なんかあのハマーン様の演説っぽく聞こえるやつ、あれすげえ好き。これこのルート変えんの結構だるいっていうことに気づいたんですけど、なんか敵の賞金稼ぎとかいるし、どうなんやっていう。あ、このルートで帰ります、頼めるか、ビディ助かる。でもあの64のスターウォーズのゲームさ、ちょっとやりたいと思ってんの今、スターウォーズのこうやってそのフォールンオーダーやってるから、でちょっとやりてえなと思うけど、まあいざやったらやったでなんかみたいな感じはあるよね。結局さ、レトロゲーって、うん、レトロゲーってさ、なんか実際に起動してやってみたらさ、懐かしい以上の感動ってなくない、ぶっちゃけ。なんか、あ、懐かしいで終わらへん、単純に。と思っちゃう。ポケモンスナップ、だから俺ポケモンやったことないんやって、人生で一回も。その時点で俺はちょっとどうなんかっていう感じはあるけど。助かるぞ、ビーディ。ごめんな、次々と早いな。なんかやっぱトルーパーって弱いんすね。
じゃこいつに苦戦したよな。かわいそうにな。ファミコンのドラえもんギガゾンビの逆襲。ドラえもんのゲームとかあんのファミコンっていう。俺のファミコンやったことなさな。俺のさばあちゃんの、まあ父方、まあ、ばあちゃんの家系やね。ばあちゃんの本家っていうか田舎の方がその三重のマジでクソ田舎にあるんやけど、本当になんもない、本当に電波も県外の本当にクソ田舎なんやけど、そこにファミコンだけあるよ確か、ファミコン1台だけあって、ただ俺はファミコン世代、スーファミがあって、なんかあのぷよぷよちょっとやった、ぷよぷよちょっとやったぐらいの記憶しかないですね。え、なんかさ、なんか引き寄せてから突き飛ばすことによってなんか敵殺せることに気づいたんやけど、よっしゃー、オッケー、よし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 、これでいいな。あー、かわいそうにね。この先さ賞金稼ぎいんねんけど、なんか俺なんか試しにやってみたらなんか死んだよ。引き寄せて発射するっていう、え、なんすかこれ。あー、そういうことか。賞金稼ぎおらんのかこれ。結局反復作用でなんちゃらかんちゃらです。多分反復作用でなんちゃらかんちゃらでなんちゃらかんちゃらしてますね。うん、ここのエレベーター乗ってきゃええな。すいません、たまに現れる賞金稼ぎはなんなんや、あれは。前回なんか賞金稼ぎのやつになんかボコボコにされたっていうかさ、あれされたけど。エレベーターさん早く動いてほしいんです。はい、すごいなこの身体能力で。そこかな、今日はもうちょっとここで配信終わろうかな。なんかキリが良すぎるんよなこれ。今日はここで終わった方がいいと思うので終わろうと思います。まあちょっと毎週4時間ぐらいやってたんやけど、フォールモーダー、ちょっと今日はもう一個先に行く時間は多分ない。もう一個先に行きだしたらもうちょい時間かかる。多分5時間ぐらいは、あと1時間以内でもう一個の星が済むとは思わんし、ここは今日はここで一旦終わるべき時なのではないかと。いやー、まあすんげー強大なね。もう、まあ、まず俺が謎の縛りプレイを自分に貸してたっていう事実に気づいたのも今回が最初やったんやけど、まあいろいろありましたね本当に。いろいろまあ大変な目に遭いましたけども、まあなんとかね終わらせることができたんで、本当によ、マジで本当に今回は神回というか、まあなんかなんていうの、配信見てたぜはもうちょっと感動があると思う今回は。もう激戦をね乗り越えたっていうのがね。
カンドシスターはまたそのうち追ってくるはず。ナインスシスターを倒した。ああ、それマジでね、それはもう俺のマジの雄たけびが出たからな、あの瞬間、倒した瞬間で。メシすげえまずそうな色してない？帝国に捕まった時抵抗したわ。話すくらいなら死を選ぶと誓った。このメシのまずそうな色すごい気になるんやけど。彼は私が知る、どんな悪夢よりも恐ろしく黒い男ってダース・ベイダー。そんなことはないか。トリラを撃ったのよ。そしてどれだけ望んでも、そう、どんだけ死を振ってんねんこいつって。ホロクロンの子供たちがまだ救えるわ。あのこいつが調理したからね、こいつが調理して食わしているはずなんやけど、そんなに死を振るんやったら最初から調理するときに死を振っとけって思うんやけど。そうならなかった。分かってるしや。とにかくホロクロンを探せ。もうとりあえず俺は何が何でもまずセーブします。もうここでセーブし忘れてた時の絶望忘れたくないんで。味の素振りまくるおじさん、味の素ね、最強やから、とりあえず味の素振っときゃいいから。味の素とさ、あと醤油と、あとあれ、めんつゆ、めんつゆあればさ、大体なんとかならへん、大概なんとかなる気がする。とりあえずね、オレンジやめよう、もうグリーンにしよう。なんかオレンジ、オレンジなんかもう今日飽きた、もう死ぬほどオレンジのライトセーバー振り回しまくったからもう飽きたわ。なんかちょっと雰囲気変えよう、ライトセーバーのさ。ジュラリウムちょっとね、青っぽくなるからいいんじゃないかっていうね。おい、ナインスシスターは死にかけてるやろ。片腕なくなった状態で呼ばれに来んな、お前。どんな石やねん。石強すぎるわ。でその呼ばれってもう寝首をかきに来るとか、そういう世界の話じゃないそれはもはや。でも俺こんだけさ縛りプレイしてる状況でさ、クリアできんの俺。なんかもうそこだけが俺は心配なんですけど、ただただ。次の星どこ行くんやろね。ダソミヤか次は。なるほどね。どんどこどんの首を締めに来る。いやー、俺も締める相手は選びたいから、うん、別にナイスシスターに締められても嬉しいかどうかはちょっとな。ご褒美、いや締める相手は、だってナイスシスター多分頸椎骨折するよ、あの人に締められたら。頸椎いくで、無理や。